こちらの材料を使って朝食にグルテンフリーのパンケーキを作りたいと思います。このパンケーキミックスは成城石井で購入したものになります。ボウルに卵1個を割り、無調整豆乳 130ml 測ります。ボウルにパンケーキミックス 100g を入れます。ダマがなくなるまでよく混ぜます。小麦粉の代わりに米粉を使用するので、もちもちとサクサクした食感が味わえます。グルテンフリー生活をしているので米粉がすごい役に立っています。これくらいまで混ざったら大丈夫です。オリーブオイルの代わりにココナッツオイルを使用します。こちらのものは火にかけても大丈夫なものになります。フライパンにまんべんなく伸ばします。フライパンを強火で熱して濡れ布巾の上で少し冷まします。再びフライパンに火をつけて生地を丸く流し入れ、弱火で約3分間焼きます。プツプツと小さな泡が出始めたら裏返して約2分間焼きます。火が通れば出来上がりです。残りの生地も焼いていきます。お皿に盛り付けて仕上げに粉砂糖と蜂蜜をかけたら完成になります。次にお昼ご飯を作りたいと思います。オートミールを使ったチーズリゾットを作っていきたいと思います。タンパク質をたくさん摂りたいので小分けして冷凍保存しておいた鶏胸肉を使います。先に鶏胸肉を下